参考書だけ。どうも、じゃあ篠原です。今回ですね、参考書だけで合格するっていうマジでできるのかっていうことについて話したいと思います。結論から言うと、まあこの3つに対応できるのであれば別に参考書だけでも十分合格できます。ただこの3つがね、超えれるか超えれないかというと結構ハードルが高いんじゃないかなというのがまあ俺の意見です。で、まあ一応ね、俺もまあその参考書で勉強して成績上げていきましょうっていう塾をやっています。ただ俺がやっているのは、まあ言ったらこの参考書で、勉強していって、この分からないところとか記述問題とか精神的なところっていうのはこちらの方で対応しますよっていうことで、まあこんな感じで、去年とかは合格者が出たわけなんですよね。阪大とかに受かったと。でもじゃあ完全に参考書だけ、もう参考書だけやってください、学校はもう先生もいませんとか、そういう状態でいけるかというと、まあ、この3つが厳しいんじゃないかなって思うんですよ。まず1つがね、もう書いてる通りですけど、わからない問題に対して対応できるのかと。あ、この問題わかんねえなと思った時に質問できる人がいない。もうこの段階ちょっときついですよね。で、あと、記述問題ね。この、なんか、論述問題、記述問題とかに、こう、添削というか、自分なりのこのチェックが入れられないじゃないですか。こう自分では合ってると思ってるから書いてるわけですよね。で、答え読み込んで、それで記述問題自分で添削して正しいようなもの、まあ、採点ができるかちょっと怪しいんじゃないかということで、分からない問題が分からないままになりがちだし、記述問題もちょっといまいちどうかなと。しかも新しい受験制度、記述重視です。これが本当に戦えるか、まあ微妙なんじゃないかなというのが俺の正直な意見です。そしてまあ前のね、前のというかまあ今年の初めの方に阪大にうちの塾生で拓郎で受かった、やつの動画を出してるんですけど、やっぱこれですよね。気持ちがやっぱ続かない、特に、去年ね、俺が指導したその阪大受かった人っていうのは結構まあ地頭がいいタイプなんですよ。持って生まれた才能がすごい、まあすごい、まあすごいっていうとあれですけど、高めなやつだったんですよね。で、そいつでもやっぱり気持ち持ってかれる部分があったんで、で、しかも結構スポーツもやってるようなタイプにもかかわらず、やっぱり失敗しそうになった。まあ俺が教えてたんで、まだその辺はね、大丈夫だったかもしれないんですけど、やっぱり気持ちが持たないっていうのが、この参考書だけの勉強ではやっぱりきついかなと思います。だから参考書だけの勉強で、厳しいのはやっぱり知識面。第三者の目、そしてメンタル的なサポートなんですよ。正直言って親にこれは期待できません。で、親がもしね、学校の先生とかやってるんであれば、これとかこれとかも対応できるかもしれないけれども、全教科対応できるんですかね。なかなかそんな人いないと思いますよ。ってなった時に参考書だけで合格っていうのはちょっと不安だなっていうのが俺の率直な意見です。はい。だから勉強のツールとして参考書ってものすごいいいものです。具体的に言うと、まあ火炎放射器みたいなもんですよ。火炎放射器があれば、ライオン倒せるじゃないですか。でもこの火炎放射器、使い方わからなかったら自分が丸焦げになって終わりますよね。っていうことなんですよ。難関大学っていうライオンを倒すために火炎放射器があれば倒せるなんだけれども、使い方がわかりません、誰かが教えないといけないってなった時に、じゃあ果たして、それが自分で見つけるっていうのは本当に正しいのかと。でもっと言うとですね、火炎放射器じゃない可能性もあるんですよ。ライオンを倒さないといけないのにこっちに与えられてるのが、金の塊かもしれないんですよ。金の塊、金塊ですよね。あれ1個の金塊って5000万ぐらいするんですけど、確かにすごい貴重だけどライオン倒せないじゃないですか。あるいは核兵器とかね、確かにライオン倒せるかもしれないけど自分も死ぬみたいなっていう教材いっぱいあるんですよ。すごいいい教材なんだけど向いてないとか、すごいいい教材なんだけど自爆しがちとかねっていうのがいろいろあって、そういう、まあ、参考書のノウハウがないままですね、自分で勝手に選ぶのはちょっと危ないんで、まあ、参考書だけで合格は可能かという問いに対しては可能ですが、非常に限定的な条件、どの参考書選びをするか、どういう使い方をするかが明らかで、分からない問題も対応できて、記述問題も対応できて、気持ちの問題にも対応できるならば合格は可能ですが、そうじゃない場合、例えば
基準問題が出ない大学だったらここはもういいですよねとか、もう気持ちは大丈夫ですと、絶対ブレイクしませんっていうやつだったらもうこれは大丈夫とか、そういうのはあるんですけど、まあ基本的にハイリスクなところはあるというのが今回の動画で言いたいことです。せめて参考書選びくらいを連鎖した方がいいですよ。だからね、はい、ということで今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。